こんにちは島田です新年3日目のお話ということで、えー、昨日に引き続いてね、ちょっと、えー、話をしたいなっていうふうに思うんですけど、えー、まず新年最初でスイッチを入れましょうよってお話しました。で昨日はですね、まず、まあ、本気でやるっていうのが大前提として、やるんであれば、 話せるようにしましょうよと。まずこれが最初だよというのと、相手の表情を読もうよっていうね、この2つをお話ししたんですけど、その、なんていうのかな、今日を伝えたい部分として、あの練習の、なんていうんだろうな、質の部分ですね。あのうん これちょっと伝わりづらいかもしんないんですけどただ単に量をやらないっていう, <laughs> いう感じかなあの練習って自分のためにやんなきゃだめだよっていうことなんですねあの自分のためにやってればいいんですけどその何て言うのかな上司の に見せるとか人に見せるためにやっちゃだめだよっていう感じがすごくするんですけどあの私ってね実はロープレイはほとんどやんなかったですロープレイは嫌いでしたあの意味がないとすら思ってたんですよねトーク練習っていうのは一人でやるもんだとまあ私自身は あの当時考えてたんですけどよくねあの会社で「ロープレやれ」とかって言われてその上司とか相手に「ロープレやるんですけどクソですねはっきり言ってねあの意味がねえっつうかバカじゃねえの?」って本当思ってましたね。なんでかっちゅうとお客さんと違うこと言うんですよ。あ、まあ、まあのまま 1>, ね、1日150件とか大体人の倍以上私飛び込んでたんでそれでこう会話してる会話の流れとその上司とか、まあ、まあ同僚とかとやってもそうなんですけどいやこんなこと誰も言わないよっていうその訳の分かんないあの対応をされちゃうんですよね。それでなんかこう それに対してうまく話せないと、だからダメなんだとかって、ね、パカじゃねえの、お前って、本当ね、思っちゃうんですよね。それ自体が、この時間、本当意味ないってね、<laughs> ずっと思っててあの、ほとんどやんなかったですよね。やれって言われて、1、2回やって、まっすぐね、あのトイレ行くふりして逃げていくみたいなことをやってたんですけど、あの意味のないことを、 やるなというかやっても意味ないんでそうじゃなくてやっぱ自分で考えろよとその現場に即したものじゃないと使えないですからそのためにあのすごく重要なことをまあ昨日ちょっとあのこれも重要だなってこう話し終わった後でね <laughs> あの思ったわけなんですけどそれ何なのかっていうと 営業マンの立場で考えんなよこの野郎っていうことなんですよねあの。お客さんのつもりで常に考えて、えー、営業はやんなきゃダメなんだっていう、まあこれは多分なんでだろうな、あのすごくこれ私自身がそういう性格してたのかなんか知んないですけど、常にお客さんならって考えて、 話を組み立てることがでできた人間なんですよねそれで商品とか見てもすぐこれお客さんだったらどう思うのっていうのをこの思考に常にあったというか何だろうなもうちょい言うと。 あの営業してる自分とあのそれを見てる自分に私、分かれてたんですよね。よくあの話をしてる、営業はあの演技だっていう話をしてるんですけど、そういうふうに考えてるせいか、どうなのかよく分かんないんですけど、自分が自分でその営業活動っていうのをやってるんですよ、現場で真剣に話してるんですけど、それとは別に、それをね、ここら辺で見てるイメージ。<laughs> ここら辺に自分がいるんですよそれで冷静にその商談の流れとか見ながらこう考え考えてるというのかなお客さん今こういうふうに思ったよじゃあこうしようよみたいなのをここら辺でねこう教えてくれるというか、えー、そういうことをやってる自分が別にいるんですよねそういうのがあったからなのか分かんないですけど常にお客さんならどう思うの っていうその一つの商品出ましたよっていうとその商品をお客さんならどこが一番こう感動するのっていうかお客さんに刺さるものって何なんだろうってこう考えるようになってったんですよね。それでまあまあ今でこそね「ベネフィット」とか、ね、<laughs> 横文字使いやね頭いいように見えるのかなみたいな。<laughs> ベネフィットなんてわけわかんねえよってね、昔思ってましたけど、そういったね、言葉をね、コンサルっぽく使ってたりしますけど、あのまあ、要は、お客さんがあの自分自身、あ、それ、それいいねって思えるもの、ベネフィット <laughs> なんですけどね、これをいかにね、感じ取れるのかっていうのが重要だな って思うんですねそのベネフィットを感じながらトークの組み立てをやるっていうあのこれを忘れないでほしいなっていうねちょっと昨日言い忘れたんで今話してるんですけどそれでちょっと練習に戻るとその自分が練習をする時に自分のためになる練習をしてほしいんですよね。あのどっちかっていうと 私の場合は人がいないところ、あの、風呂の中とかで、ね、よくトーク練習やってたんですけど、あとは移動中ですね、電車の中で頭の中で繰り返し繰り返しやるであるとか、まあ、皆さん車使われてるんだったら車の中で、あのできるだけね、最初のうち声出した方がいいですよ。声出してトーク練習をして、その、ある程度、 できるようになってきたらでいいんですけどお客さんをイメージしながらこのお客さんだったらあのお客さんだったらっていうのを相手にしながらあのその一回一回のトーク練習がより真剣であのなんだろう現場でそのまんま使えるようなものでやってほしいんですよね真剣勝負というかねあのまあ私の尊敬する まあ私格闘技好きなんでね <laughs> 古い動画とかよく見るんですけどその中でね木村雅彦っていうねあの、まあ、最強の柔道家があのいるんですけど、まあ、全日本13連覇 <laughs> 15年間無敗っていう化け物ですよねしかも身長が1 7 0ンチ。 まあまあ169センチとか8センチとか書いてあったりね、いろいろするんですけど、低い方じゃないですか。周り180とか、下手する1 9 0ようなあるような人たちに勝ち続けてたわけなんですよね。15年間ですよ。<laughs> 化け物だなっていう人がいるんですけど、その人が次負けたら、あの、切腹して死ぬみたいなね。 で実際に刀を腹に当てて薄く皮を切ったらしいんですよね。それであこれで死ぬっていうのを覚悟できたみたいなのをあの言われてるのがあるんですけどそのほんと必死ってそういうことなのかなっていう。だからそのトーク練習一つ。 あと、客先で話すときの話し方一つ、すべてが自分のために真剣にやんないと意味がねえよっていうことなんですね。あの、まあ、量こなしなさいって昨日話したんですけど、その量、その、ただ単に量を重ねりゃいいっていう話じゃねえよっていうこと。これを忘れないでほしいんですよね。質があって量がないと、この、 意味がね,っていうかね <laughs> 質と量と両方をこう重ねていかないとあの成長ってしないよっていうのともう一つね今日お話ししとくと集中して短期間で是非やってほしいんですよね。その何て言うのかな寝ても覚めても影響だけ考えてほしいんですよ。その うん、俺、何でもそうだと思うんですけど、なんかを習得するっていうのって、その期間、例えば1年間なら1年間でいいんですけど、浸ってほしいんですよ。その世界にどっぷり使って、頭の中、この脳っていうものをそれだけに染めてほしいんですよね。他のくだらない情報を一切入れない、もうすべてが営業だけを考えるっていう。 ふうに1年なら1年してほしいんですよそうすると絶対あなたも売れるようになりますし下手するとトップセールスになれると思いますこの集中度っていうのかなあのどんだけ集中して物事をやるのかがあの集中度合いが高ければ高いほど 人間って成長スピードが高いんですよねそれに対して集中しないでやってるとあの中途半端にやるんでいつまでたってもなかなか成長しない期間が続きますよっていうことでどんだけ集中してやるのかそれで夢でも見るぐらいにやんなきゃダメなんだっていうのをねぜひこの練習の を自分のために真剣にやるっていうのが一つ、それともう一つがその質を上げる、それで短期間で集中してやっていくようにぜひぜひね、考えてやってくださいよということで、3日目終わりますよろししくお願いします。